Thank you.
ゃあジュピターここで言いますかね。はいはい。じゃあ、リンズ大丈夫ですか？大丈夫ですよ。大丈夫です。あの、買ってきましたんで。買ってきましたね。はい、はい。まさか、100円ロース。あ、そうです。あそこによく行きます。あ、そうですか。マスターとも会います。マスターとも会いますか。はい。会います。うん、すぐ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 。じゃあ、豆腐屋の前を通り過ぎて。そうです。絹厚揚げあります。絹厚揚げ。買ってこうかな。じゃあ、ゆきさん、お願いします。やろうと思ってですね、私のオリジナル曲から探しましてですね、タイトルをまず先に決めてですね、この時期にやる曲といえばやっぱりソーシャルディスタンスで、ソーシャルディスタンスっていう題名曲名にふさわしい曲をですね
200曲の中から探しまして見つけてきました。で、私が作曲するときはですね、作曲した日を書いたんですね。でそれによ よるとですね、昭和57年6月13日過去日曜日って書いてありますので、うん、日曜だったね。私は43年生まれなので中2か中3になんと作曲した曲だという曲をですね、まあ、作曲したっていってもメロディーとコードだけ作曲したので、よくこんなコードつけられた ね。そう、やっぱりあ、ニューミュージックの当時、あ、そうか、それを真似してね。なるほどね。そうそうそう、はいはい、でですね、これをちょっと今日本当はですね、ベースの真子ちゃんの息子さんがドラムをやってまして、ドラムが本当はいるつもりだったんですが、はい、息子さんが部活で今日は来れないということで、ドラムといえばやっぱりマスターが論風なので、よろしければドラムをちょっと一緒に叩いていきたいな。おっ、どういうビートなんですか？8ビートで、ドンタンドンタンですか？あ、はい、はいはい、まあニューミュージックだと思えば、はい、だと思えば結構早めです。はい、100でいい。さっきのは100じゃなかった。100じゃない。100。どうなる？あ、じゃあカウントカウントね。はいはい。全然100じゃないよね。どこが100なんだって。私が昭和57年に作ってるの。はい。じゃあ、皆さんの準備。8ビートで。はい。お願いします。これが。いきますよ。はい。1, 2, 3.
でした。ありがとうございました。ジャブリです。ありがとうございました。ありがとうございました。マスターは曲とか作ったりしないですか？あ、人に聞かせられないです。やったもんがしいですね。ということで、また雰囲気がガラッと変わりましたね。はいはい、ソーシャルディスタン。ソーシャルディスタン。いいでしょ、名前が。ね、そうちょっと距離感を持った感じがしそうね、離れていきますね。はいはい、で、まあ、ガラッと変わりました。これはあの花のささやきという、はい、小公女セーラーの主題歌ということで、はい、そうです。小公女セーラーご存知ですか？まああんまり知らないですね。ね、うん、こんなにね、そんなね、まあ、赤毛のアンとかに比べればね、そうね、うん、いい曲ですけどね、曲はいいけど ね、結局このオンタイムでやってる時は結構昔だよね。すごい前だね、再放送で見たぐらいから。オンタイムはね、僕の高校生ぐらいで。あ、そんなもんか。うん、それではじゃあ花のささやき、小公女セーラーの主題歌ですね。はい、じゃあお願いします。Thank you.
ピアノかいいよね。いいね。ね、ピアノね。ピアノのグループですから。そうね。ピアノありき。うん。いやいやいや。今のアドリブでしたね。いや、いいいいよいいよ。毎回違う。うん。そうそう。ね。ちょっとね、楽しいです。続きまして、だんだん。結構ね、喋るから時間が結構経つな。ね。次は、今日は南越谷から来てくれた、はい、飯塚先輩の大の中島みゆきファンということで、はい、僕も何回か一緒にコンサート来ましたが、いいっすね。ということでですね、ハッピーのライブは南越谷からわざわざ来ていただいてるので、必ず中島みゆきさんの曲を一曲やろうということで、まこちゃんがアレンジしてくれるんですけど、はいはい、まあ、今回は諸事情により、はい、もう一回、いや違うよ、違うよ、諸事情によりじゃなくて、別にこれ一回しかやらないんじゃないからね。そうね、ちゃんと譜面作ってからね。もったいないね、一回何度もやりますよ。そうね、はい、まあ、次回はまあ違うの作りますけどね、またね。ということで、曲目はですね、空と君の間にという曲ですね。だから来年あたりだと一部全部中島みゆきっていう、こういう、ね、飯塚さんだけね、チャージ1人5000円ぐらい払ってます。いやいや、全部だったら1万円ぐらい払ってます。一部全部中島みゆき。素晴らしいね。素晴らしいですね。あ、それはじゃあ我々南越谷に行ってやろう。そうだね。で、1万円払ってます。出張演奏ですね。ということで、どんどん中島みゆきがレパートリーが増えているということで、はい、今日はそのあと、はい、ね、いきますよ、はい、thank you.
はい、ありがとうございました。いいね、素晴らしい。だんだん終わりに近づいてきました。はい、今日雨でちょっと涼しくないことやったんですけど、雨出なかった。猛暑の、まあ、最後の猛暑的な。ちょっとこれはもうパピーの名刺みたいなの。そうですね、パピーの名刺ね、ドーンっていうことなんですよ。ペンはペン、あ、ちょっと待って、クリップ合います、クリップ。でドーンっていう曲でですね、結構ね素敵な曲なんですよ。まあ、またピアノが素敵なんですよ、ね。いやいや、ね、でもまこちゃんが楽名を作ってくれて、はい、ね、メインがかりです、ね、メインがかりね、はい。クヨセストリートって今もあるの？あるんじゃない。ゆずの発祥地、ね、ゆずのね、うん、そこで一時ライブやってて、うん、そこでドーンやってね、なかなかいい感じでね、出来が良かった、うん、これでもうパピーの代名詞だなっていうことで、うん、この曲もライブで毎回やる曲ですね。それでは今は最後の宿命を、もう10年11年、うん、ドーンはそんなやってないけど、あ、でもドーン一番最初やった時、あ、違うね、山本山さんのパートあったもんね。でも最初でも3人だっけ。え、ドン？うん、山本山さんパートなかったんだっけ。ない時あった。あったっけ。これ、そう、俺がメロディスとか。あ、そうですか。あ、そうか、山本さんが行ってさらにパワーアップした。あの最後のあれは後からつけたんだ、うん、あの、あ、そうか、そうか、最初からあったのか、うん、あ、そうですか、すごいな、そうですか、山本山バージョン。あ、そうか、そうか、山本さんが入ってこの広がってんね。まあ、ずいぶんね、ね、うん、ずいぶん大丈夫ですか。はい、すいません。いや、ピアノだったから。スタート。あ、そうか、ごめんなさい。大丈夫、はい、じゃあ、ドーン行きましょう。はい、はい、じゃあ、スイちゃん、はい、はい。Thank you.
今日のオリーブライブのために、ライブの新曲を。新曲っていうか、それはあれですよね。下枝さんがこれやりてえって言って譜面をかけっていうから書いたんですよね。まあ最後は皆さん知ってる曲がいいかなと思って。はい。コーヒーお願いします。翼をくださいなんか。うん。で、まこさんがおしゃれに、エヴァンゲリオンで使われた。エヴァンゲリオン。アレンジの翼をくださいということで。綾波レイがね、はい、綾波を返せ、返せ、ね、やばいやつ。僕は綾波レイが好きなんですよ、うん、知ってます、知ってます、知ってます。綾波レイが好きですね。綾波レイが好き、僕はあの巻紙が好きです。巻紙 ね、イラストリアスが好き、ね、すいません、2人で盛り上がってます、はいはい、はい、ということで、じゃあ翼をください。在庫しとこです、箱ね、え、在庫、あの、八島作戦、八島作戦、まあいい、まあいいや、じゃあ行きますね。Thank you.
くありましたね。ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた会う日まで。もう終わりや。いいかね。はい。はいはい。もういいです。もう長くなったんでね。まあ、また皆さん会いましょう。またお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、ゆるなんかいますか？やりますか？やるの？リベンタでやるのか？じゃあ、アンコールということで。僕入っていいですか？お願いします。ゆるたん。ゆるたん。じゃあ、お邪魔します。お願いします。リベルタンゴ。まあ、いつも通り。リベルタンゴ？リベルタンゴ。リベルタンゴはどこだ？ここか。これだね。これ木同じか？同じだな。はい。よいしょ。だからだから、配分が大事だなとかね。まあ、なんか、なんとなく。じゃあ、まあ、アンコールということで、リベルタンゴはピアソラの曲で、一部の方にオブリビオンって忘却って曲をやりました。あれと同じ作曲家で、このリベルタンゴっていうのは、個人的にはですね、このクラシックとタンゴが融合してブレイクしたなと思ってですね。っていうのも、世界的有名なチリスト、ヨーヨーマン、もうクラシック界の大御所ですけど。ヨーヨーマがリベルタンゴを弾いて、いきなりみんなリベルタンゴをやりだしたという。そう。発信はね、やっぱりクラシックなんですね。クラシック奏者がやったということで。それではじゃあ、はい。いきますよ。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。
ますってことです。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。